デイキャッチニュースクリップ。5時になりました。 TBS ラジオデイキャッチ、ここからは現場主義の5人のジャーナリストの方々が注目すべきニュースをあぶり出すデイキャッチニュースクリップのコーナーです。月曜日は事件に切り込むさすらいのジャーナリスト青木治さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではジャーナリスト青木治さんが今週注目したニュース、次の3本です。クリップ1、ヘイトスピーチに初の賠償命令。クリップ2、公安のテロ情報流出、警視庁は立件を断念、処分も見送り。クリップ3、ロシア、ソチオリンピックで選手や客の通信傍受へ。はい、まずはクリップ1、はい、ヘイトスピーチに初の賠償命令、うん、青木さんどう見てました？判決とかが素晴らしいものだっていうようなことは、先ほどちょっと取り上げられてですよね、当然だろうなと思うんですね。これ、その京都の第一初級学校で、はい、在特会、在日特権を許さない市民の会、そもそも在日特権なんてないんですけどね、それはともかくとしてがやったので、1200万円ですか、およその賠償を認めるとかなり高いんですよね。で、これ理由としてその裁判長が言ってるのは、これそのなんていうのかな、こう抑制効果を働かせるためだっていうことで、非常にこれもね、町田さんとこの間ここで議論したと思うんですけれど、その表現を規制するべきだというかね、その差別的な表現っていうのは結構国際的には、例えばヨーロッパなんかではそのナチスなんかの反省のもとに立って、その人種差別とかっていうのは法で規制されてるんですよね。でそれが必要じゃないかっていう声もある。でそれは賛否両論あって、僕や町田さんは表現者としてこういうのは法規制っていうのがね、どっちに使われるかわからないからっていうことで、慎重にすべきだっていう話をこの間したんですけれども、こういう形で裁判所がきちんと、これダメだと言ったのは、非常に評価すべきだろうなと思いますよね。現行法で十分処理できるだろうと。ただね、これ民事訴訟なんですよね。そうですね。つまり、その被害者である、朝鮮学校の子供たちとか、保護者が訴えて、で、こういう判決が出たわけですよね。つまり、現行法で対処できるともなかなか言いにくいわけですよね。その被害者の人たちが必死で声を上げて、今回一審ですけれども、こういう形で勝ち取ったということなので、なかなか現行法で対処できるともなかなか言いにくいんですよね。これね、その京介さん、これその今ね、これ YouTube なんかにもね、出てるんですよ、この現場の様子がね、でこれその表現とかね、そのっていうレベルではないんですよね。例えば僕これ本当に言いたくもないんだけれども、その YouTube なんかで興味がある方は僕はお勧めしません。見ると本当に胸くそ悪くなるから、なんだけど多少興味のある方は YouTube で、探してみると出てくるんですけれども、例えばね、朝鮮学校なんかぶっ壊せとか、お前らは日本から出て行け、それからキムチ臭いとかね、それから、何が子供じゃ、スパイの子やんけとかね、犯罪者の子供とかね、橋の方を歩いとったらええんやとかね、こういうことを言ってるんですよね。それもその覚醒器を持って、一人なんですけど覚醒器を持ってるのは、それで本当にその子供ですよ、例えばその100歩譲ってその朝鮮総連の本部に行ってね、デモとか抗議するっていうんだったらまだその言葉遣いとか別としてね理解できるんだけど、子供が学んでいる学校に行ってね、そのキムチ臭いとか、このお前ら出てけとかね、いうようなものを果たして許していいんだろうかと。でこの間のね、町田さんと話した話のちょっと繰り返しの部分もあるんですけれども、法規制っていうのは僕はやっぱり慎重にすべきだと思う一方、本当にこういうものをその許さないというかね、日本社会はこういう、人種差別ですよね。今日の判決もね、これは明らかな人種差別だと、で、国際的なその人権規約にも違反してるんだと、これ明確に言って、これ非常に見識のある裁判長だと思いますけれども、こういうのは明らかな人種差別で、日本社会はこういうのは絶対に許さないっていうことを、その多くの人たちがね、共通認識として持つようにならないと、ひょっとすれば法規制が必要だなんていう議論も、やっぱり考えないといけなくなってくる可能性もあるんですよね。なので、これは本当に一回ぜひお勧めしないけど見てみてください。ひどいものですから。教育がなってないんじゃないのかな、こういう人たちへの。そうですね。いろんな見方あるんですよね。例えば、これの原因って何かっていう話をしたときにね、もちろん、こんなことでは絶対許さないんだけれども、
その日本社会で非常に格差が広がって、その、その不満をね、こうさらに弱い人たちとかそのマイノリティにぶつけるっていう、まあこれはいつの時代もどこの社会にも結構あるこう不満の出方ではあるんですよね。そういうのが一種のその差別とか、うん、そのだからその苦しい人たちがさらに苦しい人たちをそのバカにするというか、っていうことで不満を晴らすみたいなこともあるので、まあ一概に教育だけではないんでしょうけれども、ただこういう本当ことは本当に許さないっていうのは、はい、もう100回でも言わなくちゃいけないなと思います。そうですね。はい。